最近、コラボ用語クラスタの間で、ヒマアノンという言葉が流行っています。Q アノンとヒマソラアカネを組み合わせた言葉なんですけど、定義がよくわからないんですよね。ヒマソラアカネ様本人に対してではなく、コラボ批判クラスタのことをヒマアノンと呼んでいる人もいますし、使っている人の間でも定義が曖昧な言葉です。で、この言葉の良くないところは、単なるレッテル貼りとして使われている点ですね。Twitter でヒマアノンと検索すると一覧に出てくる、コラボ用語クラスタのアカウントを見ると、もうお察しのメンツですから、ヒマソラアカネ様のツイートから引用します。頼むからバスカフェ突撃してるやつとか、街中で叫んでる迷惑なやつをヒマアノンとかいう別称レッテル割って俺にかぶせないでくれよ。俺はそういうのやめろって言ってるのに、まるで俺が指示したみたいに言うのはあかんでしょ。ヒマソラアカネ様は以前から繰り返し、バスカフェの妨害やリアル突には反対を表明していて、リーガルな手段で戦うべきというスタンスです。なお共産党と強いつながりがある二刀流目の様は、これまたマラクのスタンスで、コラボ擁護者を名乗る人物が爆丸予告した時は、夢のはそれを止めるようなことを一切言わずに、むしろ私たちは悪くないという趣旨の投稿を RT していました。絶対に自分の過ちを認めないスタイル、夢のを見ていると謝罪することの大切さを、改めて認識させられます。皆様も何かやらかした時はすぐに誠心誠意謝るようにしましょう。いい年こいてきちんと謝れない大人は、セブンナイツや夢のみたいになってしまいますよ。ヒマアノンを連呼して、僕が制止してるリアル突撃までヒマアノンとしてくくられ、そんな事実は全くないのに僕が指示したかのように言われていることについては、対応が決まったらまた報告します。それを広めようとしている共産党と強いつながりがあるコラボ代表二刀夢のさんたちには抗議します。抗議のツイートにも共産党と強いつながりがある、というワードを入れる点に、強いこだわりを感じます。確かにごく一部ではありますが、ちょっと行き過ぎたツイートも見受けられました。未だに中傷している方々はリスク管理がバガバですね。てか今もツイートしている方々の中に、おそらく訴訟対象と思われる人物が複数いるんですけど、あれなんなんでしょうね一体、自分は絶対大丈夫っていう正常性バイアスなんでしょうか。ちなみに共産党と強いつながりがある二刀夢の様はヒマアノンという言葉を複数回使用しています。在特会系のレイシストがヒマアノンに便乗、コラボと繋がって助かったというの声が全く出てこないのがおかしい、などとヒマアノンが煽り続けてきたのは、コラボと繋がる子たちに対する攻撃を行いその子たちを怖がらせたり、シェルター等の場所を特定して晒そうとするなど、私たちに活動できない状況にさせるためだ。本当に命に関わる行為、コラボと繋がる若年女性を攻撃し、異様な執着を持って特定を試みて、その子たちの命や生活を脅かそうとしたり、シェルター等の場所を特定して晒そうとする一方で、バスカフェにわざわざ来て、少女たちのシェルターの入り口で持論を展開する。丸は文化おじさんの特定はしようとしないヒマアノン、ミソジニーの集団攻撃に便乗しこれを機に注目してもらおうとか言って絡んできて、さらなるデマや攻撃の盛り上がりを作ろうとするの。自分は男でお気楽な立場だからだよね。何やっても許されると思ってるし反省する気もないん。突き詰めるとヒマアノンと同じであることがこの機会に知られてほしい。だいぶ重症ですねこれは。何やっても許されると思ってるし反省する気もないんという言葉をそのまま夢のにお返しします。リガハラ会見の時に自分たちの落ち度についてある程度認めていればこんなことにはならなかったんじゃないでしょうか。まあもう手遅れですけれども、なお話は変わって1月23日 NHK 党の浜田聡議員が国会で報道各社からインタビューを受けました。その際にコラボについても話したそうです。しかし残念ながらコラボについて話していた場面は映像ではカットされてしまったようです。浜田議員は案の定とツイートされています。なんででしょうね。テレビで取り上げるにはもう一押し足りないんでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。